米代川は主に秋田県の北部を流れ日本海に注ぐ米代川水系本流の一級河川である。東北地方第五の大河で秋田県内では流域面積が大物川に次ぐ。岩手県八幡大市、田山地区で主に中岳などから流れる河川を集める。米代川本流は段ぶり長者屋敷跡とされる八幡大市長者前から流れる河川で、 ねい川と八幡大市、平又で合流し、八幡大市、田山地区から西へ進み、八幡大市、兄畑地区で、八幡大から北流する、兄川を合わせる。秋田県に入ると徐々に北に転じ、数の四季間内からはおおむね、西へ流れる。大館市南部を通り、北秋田市を北流してきた兄川を、野代市二つ一域で合わせ、野代市で日本海に注ぐ。 八幡大市、田山地区で交流する瀬の沢川は、中岳や四角岳北部の秋田県川を源流とし、最長流路にあたる。太平洋に面し、分水嶺たる、大宇山脈の東側に位置する岩手県では、珍しい日本海に注ぐ川である。北秋田市、今泉の薬師さんより米城川上流方向を、望むの白市川口付近日本海に注ぐ、米代川の河口。 対岸の彼方に白神山地を望む米大川の語源は米の研ぎ汁のような白い川と言われている。上流部に住んでいた人たちが川で米を研ぐと川が真っ白になるほどだったという説の他に、米城川源流地区にいたダンブリ長者の米の研ぎ汁だとする伝説もある。また、これは915年、十和田湖火山が大噴火を起こした。 最の火災流や火山灰で白く濁った川の色を表現したとも言われている。なお、現在の米城川の色は緑色をしている。この大噴火は、日本列島の過去2000年で最大の噴火とも言われ、ケマナイ、大館、高野ス、二つに大量の火山噴火物を流出させ、赤戸メコを作り、現在の野城南中学校付近に大量の軽石を堆積させた。 これらによって、米城側の流れは影響を受け、低地に建てられた建物は土砂に埋まり、人々は高台に避難するという大災害となった。クルミ遺跡や七座山天神貯木場から発見された遺跡はこの時埋没したものと考えられている。これほどの大災害なのにもかかわらず、文献による被害の記録は全く残っておらず、三古伝説に人々は、 その記憶を留めたと考えられている。米城川流域には、鉱山地帯が多くおさ、沢鉱山、小坂鉱山、大久津鉱山、阿鉱山、田良鉱山などの鉱山から出る鉱石は、米城川での周運で運ばれた。また、この地区は、優れた材木の産地でもあり、これらも、米城川を使って運ばれた。特に丸太をいかだにして、 川に流すイカダ流しは1964年まで続いた。これらの輸送は、その後鉄道と森林鉄道、トラックによる輸送に移行していった。十二所から上流方向に四十八瀬と言われる難所があり、十二所の一つ上流にある沢尻船場が最終速報値だった。明治初期に四十八瀬が回収され、野代から数野まで航行できるようになった。 道路の整備が途上で自動車も発達していない時代には上流で伐採した木材を短期間にかつ大量に輸送する手段は木材流送しかなかった。米城川は水量が豊富であることなどから全国的に見てもイカダ流しに適した川であり、1965年前後に姿を消すまで盛んに行われていた。古くからたびたび氾濫の記録があるが、 近年では1972年昭和47年7月豪雨で大規模な洪水が起こっている。山本郡二津井町では8日に堤防が決壊し、町内の中心部が浸水、または水没した。同日21時頃には、上流の津波里ダムで緊急放水が余儀なくされ、翌9日午後1時過ぎには、野城市の中河原堤防が決壊、同地区及び、 周辺地域で、家屋や田畑に大きな被害が出た他市内全域が停電した。この洪水による被害総額は120億円に及んだが、奇跡的に死者は一人も出なかった。1983年5月26日の日本海中部地震の際には、この地震に伴って発生した津波が、米城川,川口から逆流し、堤防の一部が損壊する被害が出た。 最大支流の兄川をはじめ、大小85の支流がある。括弧内は流域の自治体。ありがとうございます。